この間のリベンジを果たしましょう。先日雨降りと人に出くわしまして、わずか1分、50秒ぐらい、2分弱で終わってしまった散歩のリベンジを今日は果たします。はい、秋歌張り切ってます。でもまだ雨降りが結構続いているので水たまりが多い。秋どういく？やる気満々です。まだいっぱい水溜りありますが、やる気満々虫の音がね、だんだんとこうよく響くようになってきましたね。U ターン、あ、いつもと散歩コースは違います。どうする？こうやっぱり水たまりがあるの嫌っぽいの。わずかな乾いた場所を選んでマーキングしています。ここが暗くなるね。本当に虫の音が、虫とも怖いの。まだ足が残ってるかな、気が。なんか全部濡れてるから歩き気がないかな。心濡れてるわ。あ、雨降ったもん。仕方ないな。濡れてるのは仕方ないな。うん、エレベーターは上がってきてないよ。U ターンしました。ちょっとパフォーマンス。秋水たまり、さあどういく？秋水たまりどういく？あ、うまくかわしました。すごいな。秋のベンチやりました。でもなんか最近このベンチペンキ塗り替えてちょっと嫌みたいね
匂いがまだ残っててちょっと嫌みたいですね。今日は果敢に積極的に歩いていきます。湿った場所でも頑張ってます。ね、この辺まだ雨降った後でこういう風にちょっと見えるかな、こういう風に尻尾をすごい頑張りました。伸びました。秋の気に入りましょう。こういうふうに尻尾をピンと立てているのが非常にご機嫌な時です。でこう揺れるのは非常に警戒してるっていうか、周囲を警戒してアンテナの代わりかな。わざとよろめいた。アピかっこいい。わざとよろめいた。やったね。一番このご機嫌な時ですね。この尻尾の形これわらわかしてくれます。ガクアピよろめいた。わらわかしてくれます。今日は果敢に進み行きます。踏んでないかな。うまく踏まなくて歩くよね。リベンジを果たそうと思ってるね。秋もう8分過ぎたからさ、ちょっと長すぎたらつまらないね。つまらないっていうのは、こっちの勝手な言い分ですけども、秋は楽しい。話してみます。こっち来た方がいいと思うよ。こっちおいで。こっち来た方がいい。絶対こっち来た方がいい。おいで。こっち来た方がいいと思う。アギ。アピ。ではここで終わりましょう。はい、ではこうして今日は果敢に突き進んだ